さて、美味しそう。4月の4月の何日だ。12日ですね。はい、朝の見回りです。おはようございます。よいしょ。痛い。はい、今日はお客さん来てくれるかな。今日は私、みかんじゃない。おはようございます。みかちゃんがカメラを回してます。待て、手ぶれがひどいんですけど、ちょっとお許しください。はい、慣れないので。はい、よいしょ。さあ、すっかり桜も散り、そうですね、地面におかかのように来ますね。でもこの色、赤葉の色もいいですね。うん、いい色。おはよう、ダチョウの助。おはよう。ちょっと向いてます。よいしょ。さて、どうしましょうか。卵を見て。おはようございます。おはようございます。じゃあこっち見て。さて、一日いつものような卵の見回りを。短縮のために今日は二手に分かれて卵を見ます。おはようございます。おはよう。今日もいい天気です。さあ、みんなおはよう。今日たちも元気。卵はありましたか。1個。おっと、よし、14番に1個。はい、ありがとうございます。こっちは0。はい。さて、卵の見回り終わっちゃったね。終わりました。まだ回す？メス行った？4番。あ、行ってない。行こうか。よし、はい。よいしょ。喋ってた？うん、喋ってた。片手運転なんてめったにしないでしょ。そう、しないからもうドキドキです。ブレーキができないっていう。そうなんだ。危ないの。あれ、ダチョウはタンポポは食べない。あ、パドックの中に生えてたりするけど。あ、お花はあんまり食べてるとこ見たことないけど、綺麗ですね。なんか食べちゃいけない植物とかない。いや、葉っぱとか普通に多分食べてた。水仙とか食べたら死ぬんじゃない。あ、うん、この辺は危ないらしい。おはよう。みんなおはよう。メス鳥たちと一人いますね。あ、あ、あれ、嘘。あら、これは。あら、珍しい。珍しいね。これは何、練習？多分練習だね。下のメスが痛そう。まだちょっと慣れない若いオスです。でももう慣れたんだね。うん、ここのパドックにはもう馴染んでるね。へえ。でももう今ので確信したよね、オスだよね。ですね。いや、たまにメス同士でもやってるけど、オスだと思う。はい、羽に草が刺さった。はい、ね、うん、取れ高じゃないですかね。はい、そうですね、ハプニングだね。
羽に草が刺さっとる。おはよう、スプラ。みんなおはよう。だんだんスプラ要素がなくなってきてるわ。そうね。あ、ちょっと怒られた。私の前を横切んじゃないわよ、はい、ねえ、この子がボスですかね、群れの。はいはい、ということでまあこんな感じで朝の見回りはおしまいにします。はい、じゃあね。はい。